SD40 から2は、1972年1月から1986年2月の間に、アメリカの GM エンドが製造した6同軸の電気式ディーゼル機関車である。従来の SD40 の発展型として、ダッシュ2シリーズのコンセプトを取り入れており、モジュール化された電子式制御システムや、HTC 型台車の採用など、数多くの改良が加えられている。車体形状は、 フードユニット、軸配置は3軸台車の CC。搭載するディーゼルエンジンの出力は3000馬力である。その経済性と信頼性の高さから、アメリカ合衆国とカナダを中心に、多くの鉄道会社が導入し、輸出者を含む約4000両が生産された。BNSF 鉄道、ユニオンパシフィック鉄道、カナディアンパシフィック鉄道などが特に多数の、 本形式を所有している。SD40 から2は、当時、最強の機関車ではなかった。すでに3600馬力の SD45 や、SD45 から2があり、ゼネラルエレクトリックの U36 バイト、C も、アルコの C636 も存在していた。しかし、SD40 から2はそれらの高出力機よりも、信頼性が非常に高く、経済的でもあった。 経済的という点は1970年代のオイルショック後には重要な概念であった。運転台のない B ユニットも改造により誕生している。1980年代初期にバーリントン農山鉄道が事故からの復旧者として産業が運転台を撤去する改造を受けたほか、CP もノー草ークサ山鉄道から導入した従来車の 運転台の窓を埋めたものを少数保有している。口述の通り輸出されたものも多数に上る。イギリス国鉄の59型は車体こそ、両運転台、箱型車体で、外観は全く異なるものの、機器類は SD40 から2がベースとなっている。SD38 から2、SD40 から2、SD45 から2の各形式で共通した台枠が使用されている。 従来車でも同様に SD38、SD39、SD40、SD45 の各形式が共通の台枠であるが、ダッシュ2の各形式の台枠は従来車よりも約0.9メートル長く、連結機端部間長さは20.98メートルである。上部構造は同じ 645E3 型エンジンを使用する SD38 から2と同じである。 ロングフードは SD38SD40 より18インチ長いが SD38 から2と SD40 から2は台枠が長いため車体端部のポーチが従前の車種よりも広くなっているフード上のラジエターファンは3個であり SD38 から2より1個多くなっている台車はダッシュ2の6同軸車の標準となる HT-C 型台車を採用しているが コンデールの所有者については、旧来のフレキシポイル台車を装備している。これは、HTC 型台車を装備した、アムトラックの SDP40 回で、脱線事故が頻発したためである。詳細は、エンド SD40T-2K ディーゼル機関車を、参照 SD40 から2の、冷却システムを変更したもので、屋根付近にあった、旧機構を地面に近い高さにある。 デッキ付近に移している。長大トンネルにおいて天井に溜まる排熱を吸い込まず、新鮮な空気を取り入れることができるよう配慮されている。サザンパシフィック鉄道とその子会社2社が導入した。カナディアンナショナル鉄道の5321号。SD40 から 2W は SD40 から2のカナダ仕様である。製造は GM のカナダ市会社であった。 ディーゼルディビジョン・オブ・ゼネラル・モーターズ・オブ・カナダ。オンタリオ州ロンドン工場で1975年5月から1980年12月までの間に123両が製造された。SD40 から2との相違点はカナディアン・コンフォート・キャブと呼ばれる運転室を採用したことで外観ではショートフードの幅が社服と同じになっている。主要所元に大きな変更はない。 アメリカラティーナレジェスティカの BB33 から 7MP の台車部分の拡大。多数の車両型形式へと改造された。ブラジルのフェロビアセントラルアトランティコで使用するために、8同軸の BB40 から2に改造されたものも、ある。逆に SD40 から本形式へと改造されたものもある。ありがとうございます。